YouTube チャンネル俺ちゃん陽介海賊団ゲーム実況のお時間がやってまいりました。今回もウィーニングイレブン2015ビカムアレジェンド、ファンタジスタ実況です。はい。で今回はスペインカップっていうね、このちょいちょいそういうカップ戦が出てくるんですけど、そのスペインカップの第、2戦セカンドレグですね。で、あのうちのチームのエイバルと、グラナダ、相手チームがこのグラナダですね。はい。じゃあ早速これ久々のウィーレ実況なんですけど、やっていきたいと思います。キックオフ。はい、いつものジョン・カビラさん、ジョン・カビラさんの登場をお待ちの皆様、お待たせしました。ジョン・カビラさん出てきます。いいんですそっちは弟さんですからね。そっちは弟さんです。そっちは楽天カードマンの方ですから、ね、まあいいか。はい、今日もエスタディオヌエボトリウンフォからお送りしますよ。はい、もう覚えちゃったでしょ、このスタジアム名はね。はい、じゃあサクサクっとスタートボタンを押します。いや、なんかすごいこれ自分もウィーレやるのはすっごい久々で、なんだろう、シュートが四角ボタンそこからっていう話なんですけど、今日もね実はもうね決まってスタメンし、ほら取った、ほらボール、ほら陽介選手、ほらパスしますよ。今日も陽介選手はトップ下で、はい、活躍したいと思います。はい、来た、パス、はい、前線へ出す。今の俺のキラーパスが、あ、フリーな選手がいたんですよね。そっち使って面白かったですね。いや、本当久々ですね。皆さんどうお過ごしでした？結構あれでしょう、ウィーレのそのゲーム実況自体たくさんある中で、なんでこのお危ねえ、今のすごい危ないよ。なんかピンボールみたいになってたけど、これを繰り返していけばいいと思いますね。グラナダが決定的なチャンス、得点に取られちゃったよ。そうだからね、皆さんこの数あるウィーレの実況の中で なぜこの実況を見ているのか、それもしよかったらコメントでもくださいコメントでもください。なんでこんなの見てん、こんなのじゃない。あ、俺ここにいるよ。はい、あ、このパス超えるか、ちょっと超えすぎちゃいましたね。いやー、ちょっと活躍したい。今日もちょっと活躍したい。こういう時はね、こう体力温存した方がいいんですよね。これあんまり動かない、何があってもじっとしているっていう、ね、あ、ボールが来た時にはこうちょこっと動くみたい。
アビマルケス、リティ、ボールを受けます。あ、全く どうしよう、操作をちょっと忘れてしまってるんですけど、そんなゲーム実況でいいんでしょうか。これはクリアします。アビマルケスから右へ、デキッチ上がってくる、裏のスペースに置きに行く、置きに行けなかったな今の。エルアラビ、ワンカルロス、陽介選手はここにいますからね、ここにここにいますよ。あ、やばい、また変えられてしまう、またサクッと変えられてしまう。どうしようどうしよう、活躍しないと。お、すごいすごいフェイントですね。危ない。このパスはキーパーへ。アブラーム。あ、ファール。グラナダ、ここでファールを取られます。おっと、ここでカードが出ます。カード出ました。イエローカード。廊下に立ってなさい。はい、飛ばします。いやー、ちょっとボールが取れない。ワンカルロス、左サイドのドリブル。だから本当に今日言葉数も少ないですけどゆっくりゆっくり見てってください。これ本当にグダグダんで、本当に申し訳ないんですけど、もうただこのウィーレを楽しんでいる実況なので、ワンカルロス、エルアラビ、取った、よし、ボールこぼれてきた、はい、あ、結構ね、チームメイトとも意思の疎通がね、陽介選手できるようになりまして、最近は本当にね、この間も言ったように、たまに一緒に飲みに行ったり、お家に遊びに行ったりしてね、はい、お母さんにおにぎりなんかもらっちゃって。そしてそれを支えるサポーターの期待、陽介君ちょっと止まっていきなさいよみたいな、そんくらいもうチームメイトとはもう仲良くなって後半へ進む、後半へ進む。あ、まだいますよ、ほら陽介選手まだ出れてますよ、まだ遊べるよ。はい、ハビマルケス、ハビマルケス、リキ、流れを止めます。はい、来るかな、来るかな、浮かせて裏を狙う、惜しいですね。これは繋がりませんでした。いや、ちょっと活躍したいな。さあ前線へ、いや、そろそろやばい、
そろそろね、ゴールするかアシストするかちょっとしないとやばいですよ、陽介選手。エイバル、後半ここまではいい試合展開と言えるんですかね、どうでしょう。どこかでリスクを犯さないといけないと思いますからね、そのチャレンジをいつするかがポイントでしょうね。なるほど、そこで先制できるかもポイントになってきますよね。その辺も注目して見てまいりましょう。注目して、え、取って取って取って、あ、あ、危ない。いいシュートでしたね。はい、他のリプレイは飛ばします。あ、ここで残念、陽介選手、またいいところを見せれずにまた変えられてしまいました。はい、すいません、ごめんなさい、お腹痛いなんかお腹痛い。こっからいつも通り皆さんお待ちかねの皆さんとサッカーゲームの試合を一緒に見る実況に、はい、変わりました。よくできてますね、このサッカーゲームはね。うん、ウィーで面白いよね。お、3人入りましたよ。お、すごい強さありますよね。それにしてもちょっと時間がかかってしまいましたね。あ、やばいやばい、でもさ最近本当すっかりこのウィーレーを実況で撮るのもやるのもめっきり少なくなってしまいまして、いろんなね、ワンピースやったりファークライやったり違うゲームの実況もしていますので、よろしければそちらの方もピコッと見てください。ピコッと見てください。はい。エイバル、残り時間も少なくなってまいりました。このまま終わりますと、さらに、あ、カツンっつった。あ、入れられちゃいました。リッキー。少々リッキー決められてしまいました。キレッキレでしたね。ドリブルでゴール前に持ち込んでから落ち着いてシュート、素晴らしいですよね。いやー、ほら、あんなん取れないですよ、あんなんキーパー。はい、飛ばします。もうスタートボタンを押す係なので、はい、ホームアウェイ得点方式なんですね、これね。ここはキーパー処理しました。なかなか思うようにいかないようにも見えますエイバル。いや、厳しいですけど、なんか変化を起こさないと終わりですからね、はい、アグレッシブにゴールに向かってほしいですね。そうですね。実際これをご覧いただいてくださっている視聴者の方は多分ウィーレ自体もやってる方とか多いとは思うんですけれども、もうちょっとこうした方がいいよとか、こんなテクを使った方がいいよとか、ありましたら、まあ今更ですけれども、お聞かせ願いたいと思います。はい、もう少し攻撃のスピードを上げるスイッチをどこかで入れた方がいいですよね。そうすれば相手の守備も混乱すると思いますね。それがこういう なんていうのかな、裏技がありますみたいな、そんなんでも構わないんで、こうパスを受け取る前に上下下左右左右 BA を押すと、バリアが出てくるみたいな、そういう裏技とかもあったら教えてください。今のは仕方
かないですよね。マヌデルモラ、うわすごい今の いい感じ、今の良かったよね今のね。ロチーナ、なかなか普通にこうウィーレをする時間もちょっとなくて、負けてしまいました。セカンドレグを落としてしまいました。エイバルチーム、陽介選手も全くいいとこなしで今回は終わってしまいました。残念です。お腹が痛いです。お別れの時間です。今日の解説は七海博さんです。七海さんありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。エイバル、このホーマンダ応援戦敗れてしまいました。今回は今回もか負けてしまいまして、はい、また陽介選手全くいいところが出てきませんでした。なのでウィーレのこのもうちょっとこうした方がいいんじゃねみたいなのがございましたら、はい、コメントでもください。はい、あとよかったらこれもう結構時間空いたんですけど、これはずっと やっていくからね、これね、ウィーレね、うん、俺が適当にこうたまに上げてでもずっとこれ陽介選手バルセロナでプレイするまで、はい、3年ぐらいかかっても やっていきますからね、これね、はい、ぜひ生ぬるい目で見守っていてください。はい、じゃあ今日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、よかったらチャンネル登録とか、はい、コメントとかいただければ、はい、本当に泣いて喜びますんで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。